フィリップ・フォン・ヘッセン・ダルムシュタットフィリップ・フォン・ヘッセン・ダルムシュタットは、ヘッセン・ダルムシュタットハクルートビヒ6世の息子。神聖ローマ帝国の元帥、マントバ総督を務めた。フィリップは、ヘッセン・ダルムシュタットハクルートビヒ6世と、その二人目の、妻エリザベート・ドロテア・フォン・ザクセン・ゴーター・アルテンブルクの、三男として生まれた。スペイン継承戦争で、ハプスブルク家川の軍人として参戦。 1708年に占領したナポリ王国における新生ローマ帝国軍の元帥に任命された。戦後の1714年、オイゲンフォン・ザボイエンの影響により、元マントバ公国にあたる地域の総督になり、1736年に死去するまで務めた。フィリップは音楽を愛した。ナポリで帝国軍を率いていた時は、ニコラポルポラのパトロンであり、 マントバ総督に任命された後は、アントニオ・ビバルディを、宮廷の合唱団団長に任命した。ビバルディは、フィリップの結婚を祝って、ティトマンリオというオペラを書いた。ヨゼフ・イグナーツ・フィリップ・フォンヘッセン、ドムシュタット・ビショップ・オブ・アウクズバーグ、サン・オブ・フィリップ・マーシャル・イン・オーストリア、1693年3月24日、ブリュッセルで、黒いコール・アーブル・ルコー、 フェルディナン・フランソワ・ジョゼフの娘マリー・テレーズ・ド・クロイと結婚した。この結婚により、フィリップは母の反対を押し切ってカトリックに改修した。二人は五人の子女を設けた。ありがとうございます。